対潜哨戒機 P3C が我が国に接近する潜水艦を含む敵艦船の情報収集を行うため出動します。スクリーンをご覧ください。ご覧の映像は現在敵艦船を捜索中の P3C です。 P3C は各種のセンサーを搭載し、洋上の敵艦船のみならず海中に潜む敵の潜水艦も探し出せます。続いて航空自衛隊の F2 戦闘機が海上自衛隊の P3C などから得た情報に基づき出動します。左手上空をご覧ください。 F2 戦闘機が洋上の敵艦船スクリーンをご覧ください。 F2 戦闘機は空対艦ミサイルを搭載しており、洋上の敵艦船に対して攻撃を行います。続いて陸上自衵隊の無人偵察機システム FFRS により洋上をさらに前進してくる敵艦船の情報収集を行います。この無人偵察機システム FFRS は従来の遠隔操縦観測システムとは別の装備で、陸上自衛隊が保有する情報収集の手段の中で最も遠距離から目標の情報を収集してリアルタイムに正確な映像情報を伝送することができる新しい装備です。本日は無人偵察機システム FFRS の洋上における目標の情報を収集するため出動する場面をご覧いただきます。ご覧の映像は無人偵察機システム FFRS が洋上監視を行っている様子を放映しています。ご覧のように敵艦船の接近してくる映像がリアルタイムで司令部へ送られてきます。左手上空をご覧ください。大変小さく確認しづらいですが、左前方距離およそ2000メートル付近の上空で黒く見えているのが無人偵察機システム FFRS です。現在大型スクリーンでは上空を飛行中の無人偵察機システム FFRS の様子を放映しています。
人偵察機システム FFRS などが収集した情報に基づき、上級部隊から富士共同団本部に対し対艦攻撃開始の命令が下されました。広場中央をご覧ください。共同団本部からの命令に基づき88式地対艦誘導弾発射機が発射準備を完了しました。この誘導弾は通称 SSM と呼ばれ、平成3年度に配備された我が国初の長射程の対艦ミサイルです。陸上、海上、航空の情報組織と連携し、洋上の広範囲にわたり対艦情報活動を行い、目標の情報を正確、迅速に収集、処理、伝達して昼夜を問わず長射程かつ正確な対艦火力を発揮することができます。特化共同体目標 T1人、発射弾数24発、 TOT 時刻1人3級。大型スクリーンをご覧ください。発射準備を完了した88式地対艦誘導弾発射機がミサイルを発射します。地上から発射されたミサイルは山や谷などを迂回しながら洋上に出て低高度で飛翔し目標に命中します。対艦攻撃を回避した敵部隊の一部が我が国に上陸し、引き続き内陸部に侵攻して二段山、三段山一帯を確保しました。上陸した敵部隊の撃破を命じられた富士共同団は主力の攻撃に先立ち偵察活動を行います。まず空中からの偵察活動です。観測ヘリコプター OH-1 が空中から偵察を行います。左手上空をご覧ください。ただいま上空で偵察を行っているのが OH-1 です。このヘリコプターは赤外線センサーや空対空ミサイルを4発搭載した偵察能力および対空警戒能力に優れた観測ヘリコプターです。結果をもとに地上偵察部隊が情報収集を開始します。敵情監視を行う石膏班が多用途ヘリコプター UH-1 に偵察用オートバイを積載し、空路から敵の後方に潜入し偵察を行います。こちらオートバイ弾の台前面の敵は装甲車に及び艦艇、オートバイは地上偵察に移行する。こちらオートバイ到着成功、引き続き敵後方地域の偵察を実施する。こちら偵察庁隊長了解。結果をもとに味方の攻撃を容易にするため、地形上の要点である井戸の台一帯に対しヘリボーン攻撃を行います。攻撃に先立ちヘリボーン部隊を援護するため、井戸の台の
敵に対して戦闘ヘリコプター AH-64D が30ミリ機関砲で制圧射撃を行います。到着した宣言小隊は続行する主力の安全化を図るため到着地域周辺の要点を確保します。小隊は黒のない一帯の敵を撃破し道場を確保する。一軍隊黒のない右半分を出せよ。二軍隊黒のない左半分を出せよ。CH-47 が吊り下げ方式により軽装甲機動車2両を空輸してきました。ただいまご覧いただいております吊り下げによる輸送はヘリコプターが着陸できない地域へ輸送する場合や装備品などの大きさによって機内搭載ができない場合に行います。別の地域に分散、膠着していたヘリボン部隊主力の第1波が第2波の膠着を援護します。小隊は主力の膠着を援護する。1分隊赤の台を使い、2分隊青の台を使い、敵を発見したならば速やかに処理せよ。膠着した部隊はヘリボン部隊第1波の援護のもとスリングロープを速やかに回収し直ちに戦闘に加入します。ヘリボーン攻撃を成功させるためには膠着前後という弱点を克服して速やかに戦力発揮することが重要です。ヘリボン部隊第1波の援護のもと膠着したヘリボン部隊主力が攻撃前進します。中隊長、攻撃準備完了。中隊は主力を持って攻撃前進する。前へ。
続いて地上部隊の攻撃に移ります。大型スクリーンをご覧ください。ヘリボーン攻撃により地形上の要点を確保した富士共同団は引き続き主力の地上攻撃により2段山から3段山に陣地占領中の敵部隊を撃破します。ここでは地上攻撃における各種戦術行動および戦果拡張についてご覧いただきます。はじめに偵察小隊の行動の一場面についてご覧いただきます。偵察部隊は隠密行動または強行突破により敵警戒線の後方に潜入して偵察活動を行います。本日は火力を発揮して敵の警戒線を強行突破する要領をご覧いただきます。まず襲撃部隊が不意吸収射撃により敵に混乱を生じさせ、これに乗じて潜入部隊が敵の警戒線を突破します。左手をご覧ください。先導班が87式偵察警戒車で侵入してきました。小隊長、こちら一班、畑岡台上、前方視察中。オレンジの台、装甲車1、黒の台前面、三兵確認。こちら小隊長了解。小隊は強行突破により前進を継続する。襲撃部隊一班、二班、軽装甲車班、射撃位置左両線および右両線。射撃目標オレンジの台装甲車、黒の台前面三艇指名。潜入部隊三班、オート班は当初三の台および四の台警戒、事後三班に続投。左両線の87式偵察警戒車および右両線の軽装甲機動車が敵装甲車と歩兵に対して不意吸収射撃を行います。襲撃部隊撃て。撃ち方やめ。潜入部隊バレー。襲撃部隊の射撃によって生じた敵の混乱に乗じて潜入部隊は一挙に敵の警戒線を突破します。潜入部隊が前進経路沿いの敵に対して射撃します。このように偵察部隊は指揮官の状況判断を容易にする情報を収集するためあらゆる手段を尽くして前進を継続します。団長、こちら偵察共同隊長。敵は広野台から三台間にかけて防御している模様。こちら団長了解。富士共同団は A 道 B 道沿いに攻撃、三台山をダッシュして当面の敵を撃破する。敵情報告を受けた富士共同団長は攻撃命令を下達しました。攻撃開始に先立ち攻撃前進を容易にするため味方の前進を妨害する敵に対して火力戦闘部隊が砲迫火力などにより敵の戦力を低下させます。この際状況により海上自衛隊の艦艇による艦砲射撃により射程距離内の敵部隊を攻撃します。まず先ほどの偵察活動によって判明した敵に対し OH-1 による空中観測のもと特化火砲120mm迫撃砲および海上自衛隊の艦艇による艦砲射撃が2段山および3段山を、 81mm 迫撃砲が2の台に対し攻撃準備射撃を行います。こちら AOB
観測準備完了。こちら特化攻撃準備射撃初弾発射。初弾弾着5秒前弾着今攻撃準備射撃開始。続いて攻撃を射撃支援するため74式戦車部隊および対戦車部隊が射撃陣地を占領します。ただいま侵入してきた74式戦車部隊は対戦車部隊などとともに味方の攻撃を射撃支援する部隊です。現在黄色い煙が上がっている右の台にはすでに対戦車部隊が射撃陣地を占領しています。特化部隊の攻撃準備射撃艦に判明した6の台左の敵戦車に対して対戦車部隊の87式対戦車誘導弾が射撃します。87式対戦車誘導弾6の台左戦車で命中撃ち返さない。ダメ。さらに4の台5の台に現れた敵戦車に対して74式戦車が射撃します。大きな音がします。ご注意ください。防弾戦車対流一発撃て撃て。富士共同団は逐次敵の戦力を低下させ敵陣前の障害処理を開始します。こちら戦車中隊長3の台5の台正面の地雷原を処理する。特化は障害処理援護射撃を頼む。施設招待は戦車用通路の開設。戦車招待は現在地において施設招待を射撃支援。こちら特化了解。施設招待了解。施設招待の障害処理を援護するため特化部隊が発電弾を射撃します。障害処理援護射撃初弾発射。初弾弾着5秒前弾着今障害処理援護射撃開始。特化部隊による障害処理援護射撃が始まりました。広い地域を覆い隠す発煙弾の効果をご覧ください。第2弾発射。戦車中隊長こちら施設招待3の台および5の台正面の地雷原を処理する。こちら戦車中隊長了解。戦車小隊長こちら施設小隊4、5の台に敵確認援護頼む。こちら戦車小隊長了解援護する。74式戦車小隊が施設小隊の障害処理を直接妨害する4の台の敵を射撃します。戦車部隊の射撃援護のもと施設小隊の9人式地雷原処理車が左の台および右の台で処理用ロケット弾の投射準備を開始しました。
戦車小隊が障害処理を妨害する5の台の敵戦車を射撃します。障害処理を妨害する敵は戦車および特化部隊の障害処理援護射撃により制圧されました。左右の台の地雷原処理車がランチャーを上昇させ投射体制に入りました。戦車中隊長、こちら接触隊、地雷原処理用ロケット弾投射準備完了、投射。こちら戦車中隊長、了解。投射よーい、投射。この地雷原処理車は26個の爆薬ブロックを内蔵した処理用ロケット弾を投射します。この爆薬ブロックの爆発で地雷を爆破処理して戦車用通路を一挙に開設することができます。本日は実際の爆薬ブロックをおよそ4分の1に減らしたものを使用しています。戦車中隊長、こちら接触隊、投射成功、戦車用通路開設完了。こちら戦車中隊長、了解。中隊は三段山に向け攻撃する。こちら特化、前進支援射撃を開始する。特化部隊が中隊主力の攻撃前進を密接に支援するため、攻撃前進の速度や状況に合わせ三段山から二段山に対して射撃目標を次々と遠くに移動していく射撃を行います。弾着が移動していく様子をご覧ください。こちら特化、初弾発射。初弾弾着5秒前、弾着今、前進支援射撃開始。前進支援射撃のもと、一丸式戦車小隊が畑岡地区に攻撃前進します。さらに装甲戦闘車か小銃小隊も戦闘に加入します。
一丸式戦車小隊が装甲戦闘車か小銃小隊の陣地変換を援護するため3の台および5の台に現れた敵に対して射撃します。続いて8級式装甲戦闘車が3の台および6の台の敵装甲車に対して射撃します。東京戦車中隊の突撃を支援するため特化部隊および迫撃砲部隊が突撃支援射撃を開始しました。81ミリ迫撃砲が2の台を、特化火砲および120ミリ迫撃砲が2段山および3段山をそれぞれ最大発射速度で射撃します。突撃支援射撃の様子をご覧ください。最終弾弾着30秒前、中隊は A 弾および B 弾に突撃する。中隊何を隊長、こちら戦車中隊長、突撃成功。マスク、こちら戦車共同隊、突撃成功。こちら団長、了解。富士共同団は引き続き攻撃し、2段山、3段山を脱出する。戦車共同隊は2段山、3段山を攻撃せよ。富士共同団は突撃部隊の突撃に引き続き、新たな戦車中隊および戦闘ヘリコプター AH-64D の先導によりヘリボーン部隊を戦闘に加入させ空地一体となり戦果拡張を図ります。戦車共同隊は2段山、3段山を攻撃なくする。3中隊、2段山を攻撃。1中隊、3段山を攻撃せよ。戦車中隊了解。
をもちまして平成に